皆さんこんにちは、ビーレジェンド栄養士の板垣です。今日はですね、玄米を使ってお好み焼きを作っていきたいと思います。で、用意するものなんですけども、キャベツの千切り、これコンビニとかでよく売ってる袋に入った千切りキャベツですね。これを 100g と、お水が 40g、 卵が1つと、で豚バラ肉なんですけども、ご家庭によって、2枚だったり3枚とか使うんですけども、もうお好みの量です。今回2枚使っていきます。で、小麦粉は 25g とサラダ油です。はい、では早速作っていきます。次にキャベツを入れていきます。はい、そこに小麦粉を入れていきます。ここにね、玄米を入れていきます。よいしょ。玄米はスプーン1杯分入れていきます。で、卵を入れて、で、お水 40g を入れていきます。これを混ぜていきます。ね、玄米がある分混ざりにくいかと思うんですけども、馴染んでくるのでしばらく混ぜていきます。で、人によっては糖質制限とかされていて、おからパウダーとか使う方もいらっしゃると思うんですけども、その場合ちょっと膨らみにくくなるので、その時は小麦粉がちょっと少なくする分、キャベツをちょっと3センチぐらいかなとかに切ってもらって、混ぜてもらうと、その方が混ざりやすくて、生地もふっくら仕上がります。ダイエット中の方はちょっと調整してみてください。で、ポイントは混ぜすぎないことですね。混ぜすぎてしまったら、ちょっと生地がふっくら仕上がりにくくなってしまうので、これぐらいでにしておきます。では油を敷いて焼いていきます。油の量は 4g ぐらいです。では生地を入れて焼いていきたいと思います。生地を入れてもらって、丸く形を整えていきます。で、この上に豚バラ肉、今回は2枚ですね、乗せていきます。で、このまま3分間加熱していきます。ちょっと焼き加減見ていきます。で、ひっくり返すタイミングの見方なんですけども、こんな感じでスッと動くようになったら動か、ひっくり返すタイミングです。ちょっと緊張するんですけども、いきます。あ、ちょっと不穏な雰囲気が、あ、いけるかな、いきます。はい、あ、よかった、いけた。で、このまま焼いていきます。で、蒸し焼きにしていくので、お水ですね、適当に入れていきます。で、蓋を閉めて蒸し焼きにしていきます。このまま3分間です。ちょっとあったかい。はい、大体焼けました。ちょっと焼き加減見ていきたいと思います。焼けましたね。こっちの面をだいたい2分ぐらい焼いていきます。玄米入れてるので、やっぱりタンパク質が入ってる分、ちょっと焼けるスピードが速くなっていくので、焼き加減とかは注意して見ていくようにしてください。はい、焼けましたので、取っていきたいと思います。はい、お好み焼き完成です。これに、ソースと鰹節をのせていきます。はい、玄米入りお好み焼き完成です。
はい、普通のお好み焼きだけだと、この作り方で言うと、469.9kcal に、タンパク質が 17.5g、脂質が 28g、で炭水化物が 33.9g で、まあ、ちょっとタンパク質もうちょっと取りたいなっていう方には、原末ちょっと入れてもらうことで 576.4kcal になって、タンパク質は 38.1g で脂質が 29.3g、炭水化物は 36.7g になります。はい、で結構タンパク質かなり多くなったんですけども、まあ、アスリートの方だったらもうこの作り方で作ってもらっても大丈夫ですし、ちょっとタンパク質少し強化させたいっていうんだったら、この原末の量、今日はスプーン、1杯分入れたんで、4分の1程度とかにしてもらって、分量調整してもらったらいいと思います。はい、では次は実食編ということで、実際に食べてもらいます。はい、この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、では次の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあいただきます。はい、おいしい。あ、よかった。よかった、ありがとうございます。